こんにちは、柴田です。今回は MXR のディストーションプラス、こちらのヴィンテージ品と現行品を鳴らし比べてみたいと思います。ディストーションプラス、皆さんどういったイメージをお持ちでしょうか。この現行品見ていただいた通り、まあ一度はね、皆さん見たことあると思うんですけれども、鮮やかな黄色、このディストーションプラスなんですけれども、つまみが2つしかないんですが、非常に幅が広いです。オーバードライブっぽい使い方もできるし、こうやって上げていくとファズっぽいサウンドにもなると。シンプルながらも非常に幅が広いエフェクターです。個人的にはね、ファズっぽいサウンドがめちゃめちゃ好みです。で、この MXR のですね、ヴィンテージ品、こちら若干色がくすんで見える山吹色みたいな感じなんですけれども、これがですね、また値上がりしてきてるわけですよ。ではでは、音をお聞きいただきたいんですけれども、今回はですね、ストラトのセンターのピックアップを使って鳴らしていきたいと思います。